テント様に照りつけられるのはいい気持ちのもんだわね。そう、いい気持ちだけど、私たち占いのお嬢さんには少し暑すぎるわね。大変な汗、染み込んでるおしろいの数がみんな汗になって流れちゃって、いい気持ちだわ。ついでにタバコのカスもお酒のカスも。私さっきから思い出してんのよ。何を？いつか、あくさん、私さっきからそれを考えてたのよ。皆さんからあんまさんのご注文があったけれど、この温泉場には18人しかいないそうで、そのうち12人を回してもらうことになりましたから、12人のあんまさんをくじ引きにします。さくひずらいさあ、みんないたい。
なかにぎやかですな。にぎやか？にぎやかとはどういう意味ですか？そうですね。君にはあれがにぎやかに感じますか？あれはうるさいって言うんです。父のうるさい。ケーキ屋に？老人にはあれが景気よく感じますか？あれはうるさいです。うるさいデーモンです。おじいさんまた怒られたの？また怒られたよ。なかなか今夜派手ですね。派手？派手とはどういう意味ですか？君には俺が派手に思いますか？実にどうもうるさいじゃん。どんなご覧になったの？私から乗馬ですか？実にどうもさっきからうるさいですな。そしたらんじゃない、旅には旅の道徳というものがある。注意してやりたまえ。今日はうるさくて勉強できん。あんまりかかってすぐ寝るからあんまりごしたまえ。なーに、あんま従っとる？一人もないのか？さあ、あんまさん、お会いした様、一つ腕に余裕をかけて頼みますよ。さあ、それで先生って何？夏の初めからご滞在で、何でも難しい本を読んでらっしゃる先生ですよ。読む本が難しいせいか、言うこともなかなか難しいことを言いますよ。難しいってどんなこと言ってんの？この間、お湯の中で詩吟をうなっていたわけなんです。するとそれを聞いていた先生が、その詩は君が作った詩かと、こう聞いたわけなんです。いや、これは誰々の作った有名な詩だと、こう答えたわけなんです。すると先生は、他人が作った詩を得意なって歌うなんて、それはむしろ滑稽であると、こう言ったわけなんです。おやおや、じゃあ芸者詩はお座敷で何にも歌えないわけね。みんな人様の作った歌ばかりじゃないのか？まあそういうわけですな。それからというのは、決して詩吟を歌わなくなったそうですよ。かわいそうにね。それよりかわいそうなのは、お向かいのお部屋のご夫婦ですよ。もしもし、もしもし、うん、あんまはまだか？あんまはどうした？なんじゃ？そんなバカなことがあるか。いくら団体でもあんまを独占してしまうという本があるか。そんなバカなことを宿として言う本があるか。うん？亭主を呼べ、亭主を。なんじゃ？亭主はもう寝た？これ、客が寝ぬうちに宿の亭主が先に寝てしまうという本があるか。起こせ、亭主、起こせ。どうも、ゆうべは腹が立って一睡もしませんでしたよ。おお、どうかなさいましたか？どうかなさいましたどころじゃありません。あんまのやつはとうとう来ませんでしたよ。ああ、ゆうべは団体客で引っ張りだこのようでしたから。とにかくこの団体客というやつは、常識道徳という点は全然ゼロですな。しかしまあ、一
1年に1度か2度の旅行でしょうから。では何ですか？1年に1度や2度の旅行だったらば何をしても構わんというんですか？いや別に何をしても構わんというわけじゃありませんけれども。どうもすいません。道徳的見地から言ってもあんまを独占してしまうんだっていうことは絶対に許されませんよ。ねえ老人、そう思いませんか？そうですな。あいやどうしました？どうかしました？どうかしました？何か刺さった？刺さった。それはいかんな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？おい、主人を呼び、主人を。この度は手前どもの手打ちから、とんだ大怪我をなさいまして、手前ども誠に申し訳ございません。風呂番の手打ちは、すなわち主人の手打ちでございます。どうぞ、ご容赦のほどお願いいたします。お怪我はいかがでございましょう？そう、改まって謝られちゃ困るな。お客様にお怪我をさしましたとありましては、手前どもの不名誉でございます。お客様ご一同様に対しましても、深くお詫びいたします。亭主、つまりご主人、君は何がね、お客様ご一同にも深く詫びるというのかね。誠にどうも。お客様ご一同になると君自身から言い出すのは、つまり君自身この温泉宿の設備が完全だと自負してる証拠だ。決してそんな。いや、もしそうでないとすれば、君はこのお客の帰化を利用して自家宣伝をしようという魂胆だ。いや、君は何と弁解しようと思うか、そうと。他人のこの悲劇を利用するとは鼻だけしからんぞ。他人の悲劇と言ったって、僕の傷はほんのかする傷ですから。それに僕は、かんざしがお湯の中に落ちてたということは、情緒的だとさえ思ってるんですから。え？情緒的？だから、情緒が足の裏に突き刺さったと思ってるんですよ。君のその説には、多分にこの、排他的趣味がありますな。どうです？排他的であると同時に、この、卑俗的でありたいなら、そのかんざしを落とした夫人が美人であればと期待してみたら。どうもそう、難しく解釈されちゃ困るな。とにかく、僕も不注意だったんですよ。それは君も不注意であったかもしれません。しかしね。いや、手前どもの不注意でございます。今後、十分気をつけますから、この度はご勘弁願います。しかしね、この問題は。先生、もういいじゃないですか。亭主もこんなに謝ってくれてるんだし、もともと大した傷でもないんですから。そうですか。いや、察するところ、僕が君の部屋で喋ってるということが大変に迷惑らしいですな。いや、それじゃあ僕は僕の部屋で喋ります。亭主、僕の部屋来たまえ。いや、先生は長いご滞在で退屈なんですよ。退屈しのぎに喋りたいんですよ。そうらしいですな。僕らも退屈してるんで、先生が怒ってくれるんで、どうやら間が持てますよ。いや、僕は退屈はしてませんよ。読まなきゃならん本が山ほどある。僕が怒ることによって諸君の退屈の間が持てるなら、いや、これについてはいずれまたゆっくり改めてお話ししましょう。どうも、失礼いたしました。あなた、ん？先生は退屈してるなんて言うからいけないんですよ。後で先生に押しかけられてくれたらどうします？私困るわ。困った。押しかけてきた。大丈夫ですよ。先生は僕が引き受けますよ。どうすか。南村君はさっき情緒的だと言ったろ。情緒が足の裏へ突き刺さっていったろ。君はあの言葉をどう解釈する？あの言葉には多分に意味がある。
ねえ先生、かんざしの落とし主から手紙が来たそうですね。そうらしいですな。しかしその落とし主は南村君がそのかんざしで怪我をしたことは知りますまい。そりゃ知らんでしょうな。そら知らさない限り知りますまい。南村君がそのかんざしに情緒を感じていることも知りますまい。ねえ先生、あのかんざしの落とし主ですね、私は案外豊島じゃないかと思うんですけどもね、うちの家内の言うのには案外若いんじゃないかって言うんですが。あのね、あんたは何かというとそのうちの家内家内とおっしゃるけど、この場合うちの家内の説がそんなに必要なんですか。別にそういうわけじゃありませんけれども。どうも失礼しました。ねえ五郎じ、あなたはどう思います。ああ、わしは干していたのがかんざしだから、洋装の女でないことは確かですな。そりゃパーマネントにかんざしはおかしいですよ。第一、絵になりませんからね。だから洋装の女じゃありません。いや、洋装の女であろうとなかろうと、年まであろうと若かろうと、そんなことはどちらにもよろしい。わしは南村君のためにそれが美人であることを望みます。南村君のためにですか。そうです。南村君はそのかんざしに情緒を感じています。情緒的イリュージョンをぶち壊さないために、それが美人であることが必要です。なるほど。そういう意味かな。そうです。そうですか先生、あんまりこと言いますね。そういうもんですかな。早速送ってやるんでね。それは無論送ってやりますな。あなた様はかんざしでお怪我なさったんだし、怪しさと謝らせてやろうじゃありませんか。謝ってもらうほどの怪我をしたんじゃなくて、そんなことはいいじゃないか。それより早く送ってやったら。しかし、電報ですよ。電報来ました。電報電報。おや、いないの。どこだ。電報。へ、かんざしの落とし主から来た。お詫びに来るそうですよ。そうか。へ、いよいよ来ることになったかね。へ、途中から打った電報ですから、この次の電車で着きましょう。南村さん、どこかの人。まあごめんなさい。ねえ君、かんざしの落とし主がいよいよ来ることになったそうだな。どうだ、君は美人だと思うかい。そうですね、かなや、失礼しますか、僕は南村君のために美人であることも、しかしだね、こういうことも考えておかなきゃいけない。どういうことですか。それはね、美人であら文句はない。万一不美人であった場合、南村君の落胆や思うべしだからね、その慰安法をいかにすべきかということも考えておかなきゃいけない。いやもう、ねえお前、また失礼しました。いやんほって言いますと、すべてこの情緒的イリュージョンは夢のごとく、しかして美しいものだし、すべてこの現実は往々にして衆ならざるはないからね。ねえあなた、とにかく南村さんを探してきておあげなさい。じゃあ僕はちょっと探してきます。あ、南村君、こんなとこにいたんですか。随分探したよ。ちょっと待って、いくら。はい、40銭いただきます。坊や、移り持っておいで。ちょっと来た。
はね、実はそのかんざしの落とし主がお詫びに来たんですけどね。おお、わざわざ。わざわざ来るのは当たり前じゃありませんか。怪我さしたんだもの。ねえ、美人か。さあ、私後ろ姿ちょっと見たきりですぐ飛んできちゃったから。白弁天舞おかめかも。ねえ君、ねえ君、もし万一ですね、そのかんざしの落とし主が不美人だったからだって君決して落胆しちゃいけませんよ。いいですね。その全て情緒的イリュージョンというものは夢のごとく暴く、しかして美しいものだし、往々にしてこの現実というものは主ならざるはないのです。君の言うことは何が何だかさっぱりわからないんだが、一体何を言おうとしてるんです。はてな、あなた何を考えてらっしゃるんです。あ、そうか。とにかくね、とにかく君は冷静で落ち着いて決して落胆しちゃいけませんよ。いいですね。ですか。何も女なんて、かんざしの落とし主だけが女じゃない。今にきっと情緒的な美女になって巡り合います。だから君決して悲観しちゃいけませんよ。あ、悲観も落胆もしてやしないよ。君の言うことがさっぱりわからないんだよ。そら、そら君としちゃその情緒的イリュージョンを壊したくないでしょ。あなた、そんなこと言ったってまだどういう方だかわからないじゃありませんか。私だって後ろ姿を見ただけですし。あ、そうか。あ、そうだ。ねえ君、いいですか。とにかく行きましょう。とにかく一緒に行きましょう。というようなわけで、あなたが来てくれたことは彼にとって大きな喜びである。なんと一緒、そうじゃないですか。そうですとも。だから彼の情緒的イリュージョンを壊さないように十分にお願いします。私にできますことでしたら。あ、おかえりなさいまし。あ、この方がかんざしの落とし主で、非常に恐縮しておられる。本当に私の不注意からお怪我させてしまいました。いや、何でもないんです。わざわざおいでくださるなんて、そんな大げさなことじゃないんですよ。そう丁寧にされるとかえって恥ずかしいです。ねえ君、とにかく僕からよくお話申し上げておいたから。じゃあ僕はこれで失礼します。さあ君、失礼します。失礼します。どうぞ。どうも失礼いたしました。いや、ねえ先生、これでやっと安心しましたね。美人でよかったですね。ねえお前。あ、失礼しました。これが君不美人だったら悲劇だよ。いや、君にもいろいろとご心配かけました。いや、先生こそどうもいろいろお褒め折りでした。いやいや。ねえ、どうしよう。随分お暑さ厳しいんですのね。ああ、そうですか。あ、そうですね。何ですか。本当にお暑いんですね。ああ、そうですね。さあ、一風呂浴びるかな。お手ぬぐいですか。ああ、あなたも風呂まだですよ。一風呂浴びて足に流したらです。どうも、そうなんです。学者でありながらなかなかよく気がつきますが、わしなどは年を取ってトントスの方のことは忘れました。忘れましたはないでしょう。まだまだなかなかどうして。それでと、あ、ジョジョ君、ここへね、鏡を一つ捨ててくれたら、は
それからね、向こうの部屋からご婦人の荷物をこっち運んでるから。はい。これってここを閉めてと。さあ、これでいいでしょ。じゃあ私お聞きするの悪かったわね。もうお聞きしませんわ。おじさん、おばさんの話ばっかりしてつまんねえな。おじさん、今日は歩き稽古しないのかい。そうか、話に夢中になって行き過ぎちゃった。昨日はどこまでだったっけな。あの木のちょっとここだよ。そうか。今日は向こうの木まで頑張るぞ。1、2、3。ここでお稽古してらっしゃるの？あなたも？きっと。あ、ごめん、松葉杖持ってきてくれ。母さん持ってっとやるよ。ヒロ、帰ろう。なぜ坊やたち、おじさんに松葉杖持ってってあげないの？だっておばさん、おじさんと話ばっかりしているんだもん。おばさん持ってけいじゃないか。おばさんが来たんで、僕たちの部屋学者先生が割り込んできて。昨夜ずいぶん窮屈しちゃった。なあ、次郎。そうだよ。学者先生大きないびきかくんだもん。おじいさんのいびきよりでかいんだもん。眠られやしないや。そう、それは気の毒しちゃったわね。ごめんなさい。じゃあ、今夜から おばさんの部屋でみんなで一緒に寝ましょうよ。ね。さ、早くおじさんとこ松葉杖持ってってちょうだい。ね。さ、早く降りてらっしゃい。早く。気をつけて降りてらっしゃい。危ないわよ。さ、早く松葉杖持ってってあげてちょうだい。うん。おじさんいないんだよ。ほら、どこいらしたのかしら。松葉杖もないんだよ。じゃあ、きっとお家お帰りになったのかもしれないわよ。さあ、皆さん、これから何かお得意の歌をご陣にお歌いください。
安き節でも基礎節でも超過でも何でも構いません。お声がないと僕から指名しますよ。今日はまた団体が入りましたな。どうもそうらしいですな。どうもこの団体というやつはその常識がなくて困ったもんですよ。どうぞ今のうちにあんまり注文しとかないよ。もしもし長馬、今日はねまた団体が入ったようだから今のうちにあんまを申し込んでるけど、何全部予約済みだ。おいおい、一人ぐらいなんとかなるだろう。何なん？もう予約中ですか。今から予約するなんて慌てたやつがあるもんですな。どうも実に慌てたやつが。いやどうも団体というやつはねどうもこの道徳がなくて困ったもんですよ。私、はあ、梅や。あ、別に変わったことなかった？あの人怒ってるって。そう、何度も来たの？で、あんた、私ここへ来てることを教えしないですよね。教えちゃダメよ。はあ、そう。で、今度来た時私帰ってなかったら荷物持っていくって？いいわよ。持っていくんだったら黙ってみんな持ってってもらった方がいいわ。帰ってその方がお互いにさっぱりするからさ。で、あのね、梅屋。今度荷物持ってあの人帰っていくとき、今までのね、行ってらっしゃいますって挨拶しちゃダメよ。さよならって言うんだよ。わかった？それからお前も、この間話してたように、お嫁に行くなり、どこかしっかりしたところで働くなり、とにかく私の帰るまでよく考えておくんだよ。私は国へ帰ってお嫁に行くのが一番いいと思うんだけど、とにかくよく考えといてよ。それからお菊さんに会った？心配してた？そう、じゃあとにかくお菊さんの方にはね、私の方から詳しく手紙書くわ。じゃあさよなら。食べ食べちゃダメよ。もうちょいになるから。おばさん食べないの？ええ。もったいないな。ゴーヤ食べてもいいわ。あ、ゴーヤ。突然の禅の字どうだったかしら。突然の禅の字？学者先生聞いてみようか。学者先生ね。はい、いいわ。帰ったらおばさんの家遊び行ってもいいかい？ええ。もっとごちそうしてくれる？ええ。おばさんとこ東京のどこなんだい？ええ。って僕が聞いてるんじゃないか。何を？何って今度東京帰ったらおばさんの家遊び行ってもいいかってさ、ごちそうしてくるかってさ、だからおばさんの家どこだ聞いてるんじゃないか。あら、おばさん考え事してたのよ。ごめんなさい。おばさん東京帰ってももうお家がなくなってるかもしれないね。じゃあおばさんどうするの？帰りたくないの。もう帰らないかもしれないわ。なんだ、じゃあ遊びに帰ないじゃないか。おばさんもう何もかも新規巻き直したわ。
さん負けないでもっと奥の掛け合いのに。おじいさん頑張れ、おじいさん頑張れ頑張れ頑張れ、おじいさん頑張れ頑張れ、おじいさん頑張れ頑張れ。おじいさんしっかり、おじいさん学者先生負けないで頑張れ頑張れ。ダメよ、静かにしなくちゃ。うざいな。この日記帳、夏休み中のことをもうすっかり書いてしまってあるじゃないか。そうさ、勉強しちゃったんだもん。いくら勉強したって、まだ来ない日のこと、明日のことも明後日のことも、夏休み中書くなんておかしいな。だって毎日同じなんだもん。朝起きてラジオ体操して、お風呂に入って、朝ごはんを食べて、勉強して、遊んで、昼ごはんを食べて、昼寝して、散歩して、おじさんと、ある稽古して、それから、お風呂に入って、それから晩ご飯を食べて、それからと、ちょっと勉強して、それで寝ちゃうんだもん。毎日同じだよ。そりゃそうだけど、その日あった特別な出来事だけは書いておかなくちゃ。例えば、東京から知らないおばさんがやってきたとか、学者先生が、団体客と喧嘩したとは。毎日違ったことはいくらでもあるじゃないか。あ、そうか、おばさんが来たんで。僕たちね、学者先生が割り込んできたことも、うん、僕たちがおばさんの部屋割り込んだこともね、うん、学者先生とおじいさんと指揮の競争したことも。あ、そう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 。いかがですか、一つお願いしましょうか。どうですか。あ、お願いいたします。またですか。あ、お願いします。どうですか。おじいさんの方持ってきたよ。学者先生にもらってくれってさ、優しい先生だよ。すげえに俺にもらってくれって待ってんのさ。もういいわ、みんな私がしてあげるわ。次郎さんも太郎さんも裸をなんなさい。乾くまで泳いで待ってらっしゃいね。ほらさあ入んなさい。気持ちでしょ。ほら、あ、もうそれだな。もうそれだけじゃ、いやいや、ほら、ほら、いやいや、ほら、兄ちゃん泳いでよ。けんもんか。いやいや、けないぞ。おじゃん、頑張れ。おじゃん、頑張れ。しっかり、しっかり、頑張れ。頑張って、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 頑張って
ありがとう。みんなのおかげだよ。ああ、明日から一つ場所を変えてやるかな。おじさん、今度は障害物だよ。障害物？障害物はちょっとつらいな。ヘクサ、大丈夫だよ。ねえ、おばさん。大丈夫ですと。今日はもうこんなに悪くなっちゃったんですもん。よし。じゃあ、やろう。おじさん、帰ってほら、やろう。こうして集まったとこはちょっとした隣組の場外ですが。そうですね。どうです皆さん、これから時々場外をやるじゃないですか。この次の場外の部屋はぜひ僕の部屋に狙いたいですね。ねえお前。あ、失礼しました。ところで組長はやっぱり先生でしょうな。あ、そうですか。あ、もう組長は先生に。お願いいたします。そうね、先生ですね。僕ですか。いや、もう先生に決まった。では組長をお引き受けすることにして、上階第一案のこの議題としまして、宿の待遇、つまりこのサービスについて皆さんのご意見を伺いたいですな。ああ、それははっきり言われるね。僕の意見としましては、当節はね、物資不足の折とて、決して贅沢は言いませんよ。言いませんがね、この三度三度の食事の副食物、つまりこのおかずですな。これはもう少しなんとかならんもんでしょうかな。朝は味噌汁、卵に海苔におしんこ、昼はそば、うどん、そうめんの代用食、まあこれはいいとしてですね、問題は夜ですよ。まず刺身、焼き魚、かまぼこのお吸い物、おひたしと、これはもうほとんど半でおしたように決まってる。毎日のおでん、これはもう形式だけ。毎日同じもんじゃもう見ただけで箸が動きませんよ。山へ来てね、海の魚を食いたいと思いません。山には山の幸があるはずですよ。どうです皆さんのご意見は。おせつごもっともです。それはそうだけど、僕は宿賃非常に割引してもらってますから文句は言えんですな。いや、そういえば私たちも子供連れではあるし、掛け合って大変安く置いてもらってるわけですよ。安く置いてもらってるという点では、僕は皇帝以下に値切って安く泊まってるんですが。いや、やっぱり文句は言えん口ですから。そういうことになりますかな。しかし、もう少し変化があってもいいでしょう。豆腐でも油揚げでも、かぼちゃでも、鮭でも、イワシでもさ。それは正しいですな。かぼちゃはいいですな。わしはかぼちゃが大好物です。鮭でお茶漬けいいですな。いいですな。では君、君のご意見は。君はさっきからこの問題についてご意見がないところを見ると、いや決して贅沢をしているわけじゃない。お前、あ、失礼しました。贅沢をしているわけじゃありませんが、別に不自由もしておりません。不自由をしておらんということは、つまりこれから気をつけて皆さんとご一緒のものねえお前。あ、失礼しました。さあ、食い物の話これくらいにしようじゃありませんか。では食い物のことは一応亭主に掛け合うとして、次の議題は。学者先生の指摘、隣組迷惑だよ。おばさん、ゆうべちっともならなくてこぼしたよ。腹ぼろよ。おばさん、こぼしてたじゃないか。一晩にガードにしては寝てるようだって。こいつは一本参ったな。あ、では、いびきのことは今後十分に気をつけるとして。次の議題は。あ、エミ君。陰でガードの下へ寝てるなどと言わんで、どうです。他に何かご意見ありませんか。別に私。でも、こちらへ参りましてから、毎朝早く起きるようになりましたし。ラジオ体操も覚えましたし、洗濯もするし、こんな生活がいつまでも続けばいいと思っておりますわ。でも夏休みが済めば坊やたち帰っちゃうし、名村さんも皆さんお帰りになってしまうんで、なんですか、寂しくなってしまいますわ。名村君が帰るときは当然あんたも。いかがでしょう、皆さん東京帰りになりましてからもこれをご縁に時々上会を開こうじゃございません。ねえあなた。それはお前、いい思いつきだよ。ねえ、宮さん、いかがでしょう。
それはいいですか。はい、ああ、楽しいですな。大いにやりましょう。やりましょう。やりましょう。やろうじゃないですか。やりましょう。やっぱりなんですか、僕は組長ですか。ああ、先生にやったからしちゃう。だっておばさん、東京帰らないかもしれないんだってさ。帰っても家がないかもしれないんだってさ。あんたがいなくなってからすべこ騒ぎだったわよ。あの人ったら捜査お願い出すって言い出すんですもの。私困っちゃった。あんたには気の毒しちゃったわね。それであの人どうして？カンカンに怒って荷物とうと持ってっちゃったわよ。きっと一時の脅かしだろうけど。待っててくれた方がいいの。ああ、もうこれでさっぱりしちゃったわ。まあ、さっぱりしたなんて。もしあの人があんたがここにいることを嗅ぎつけてきたらどうする？どうするってどうしようかな。引っ叩いてやるわ。のんきなこと言ったのね。これから先どうするつもり？当てはないけど、おぼろげながら分かってくるような気がするの。私ラジオ体操覚えちゃったわ。お洗濯もずいぶん真っ暗になっちゃったでしょ。ねえお菊さん、いつか高知でお山へお参りした時ずいぶん汗を流したでしそうそう、すっかり忘れちゃったわ。お菊さん、あんたお風呂でも入って休んで待っててよ。ね。Yeah.
反抗でした。あそこまで私がおぶってたんですわ。おぶってくれる？大丈夫？大丈夫。気をつけていなさいよ。あ、どうも。血がゴロゴロしてるぞ、ここは。いいんだね。ああ、用心していなさいよ。え、はい、ほら、そこは橋の継ぎ目だぞ。はい。一本橋だから、そこの。おい、用心していなさいよ。秀康の旦那じゃありませんか。うん、こんにちは。こんにちは。じゃあ、こちら。あそこのところは橋が曲がってるから気をつけていかんと。はい。浜田、しっかり頑張って。浜田、頑張れ。どうもご親切。どうですか。浜田、頑張って。しっかり頑張れ頑張れ。先生に花を持たせましたな。花はないでしょう。一風呂歩いてきて風邪気させてもらいましょうか。まだやる気ですか。もしもし、もしもし、あ、帳場、あのね、僕はね、ここへ本読みに来てんだよ。この鍋と幕なしに老人の碁の相手させられたんじゃ勉強できんよ。うん、部屋変えたいから女中まで越してくれたまえ。何？部屋満員じゃない？なんだな、なんとか方法講じんことにゃ。隣の部屋逆もんでた。君。君は誰ですか？私、エミちゃんを迎えに来たんです。エミ君を迎えに？エミ。連れて帰るつもりですか？エミ。いろいろ事情があって。こいつは困ったな。連れて帰っていけないんでしょうか？いや、行けないってことは言えんのだけど、困ったなぁ。これ、風呂はもう上がったんですか？いや、団体で風呂の中は超満員ですよ。ああ、また団体ですか。では、お差し支えなかったら一つお願いしましょうか。
そうですか。じゃあいずれまた後でゆっくり。どうも失礼しました。そうですか。お風呂は超満員ですか。そうですか。また団体ですか。あんまはもう予約済みらしいですよ。え？うん？もうやなよ。そうですか。ただいま。ただいま。いや、おかえり。私のお友達の菊さん、こちら何だったの？いらっしゃい、よろしく。僕にも紹介してくれよ。ジロさんに太郎さん、よろしく、よろしく、よろしくお願いいたします。僕たちもついでに紹介していただきましょうか。広安の若旦那に奥さんですわ。どうぞよろしくお願いします。また隣組が一人増えましたな。今度のもなかなか情緒的ですよ。ゆみくんを連れて帰っても何もなくいいかな。ねえみちゃん、あんたを連れて帰るって言ったら学者先生困ったなって言ってたわよ。何が困るのかしら。あら、あんた私を連れて帰るつもり？ええ。あんた帰らないつもり？ええ、当分。どうしても帰らないつもり？ええ。今までのようなジメジメした暮らし方が嫌だわ。いけないと思うわ。そりゃお金には不自由しなかったわ。寝たい時に寝て。起きたい時に起き、着たいものは着て、食べたいものは食べて、見たいものは見るし、でもそれはそれっきりの話だわ。もっと気概のある生き方をしたくなった。だから何にも言わないでほっといて。これから先のこと私にだってわからないけど、毎日こうやってお天道様に照りつけられてるうちにお天道様が教えてくれると思うわ。だから何も言わないでほっといてよ。あんただってそうだわ。私だって。説教しに来たつもりだったけど、あべこべにお説教されちゃったわね。エミちゃん、よくわかったわ。そんならそれで、あの人との話、私がきっぱりつけてあげるわ。私に任せてね。だから、あんた何もかも忘れて、真っ黒になってていいわ。そのうち、私。坊やが来たわよ。お父さん、おじさんがね、おじいさんの部屋引っ越すんだって。
今日は団体の二組やって通り前なんだってさ。まことどうもすいません。何しろ小銃と女店員のレジがかち合ったもんだ。はい、じゃあ一つお願いしなさい。あ、どうぞご遠慮なく。お互いに肯定以下だから仕方がないよ。本当にご迷惑ですけども、一つお願いします。君たちも夫婦か。いや、かわやは隣の部屋でふわやかに。それなら我慢もできるけど、夫婦で割り込んでこられたんじゃかなんからな。さては君たちも肯定以下に値切ったな。エミちゃん、変わってくれない？そのうちには慣れちゃうわよ。この頃すっかり平気よ。そうかしら。どうも。驚きましたな。相当なもんですな。なんとか方法はないもんでしょうか。そうですね。脅かすより手はないでしょうな。脅かしちゃいましょうか。え？はい。どうかしましたか。いいよ。あんた呼んだでしょ。どうですか。ああ、この石段を完全に登れたら、おじさん、坊やたちと一緒に東京へ帰れるぞ。お帰りになるの？おじさん、頑張れ頑張れ、しっかり、しっかり、しっかり、頑張って、はい、
やっと残れた。これで東京へ帰れるぞ。登っちゃったんで、おばさん嬉し涙が出ちゃった。みんなおばさん置いて帰っちゃうのね。おばさん一人ぽっちになっちゃうわ。